とこ所狭しと並べられた土の鈴奴隷現在ではまあ約2万点ぐらいの奴隷があります子供の頃から集め始めギネス認定までされましたもう93歳ここにあるすべては人生そのもの その中でも特別なものがありますここにあるのはいただいた感謝状です十三歳の時にもらった感謝状その贈り主は一応国民が一切を挙げて国に報い国に準ずの時は今であります 80年前の日米開戦の時の総理大臣東條英機。現役軍人からトップに上り詰めて軍国主義を掲げた太平洋戦争の最大の責任者とされています。東条さんって言うと、もう神様のような気がするんで、お顔もはっきり見るわけにもいかなかった。たこれで。 お国のためになったっていうような嬉しさはありました。なぜ十三歳の少年が。東條英機から直接感謝状をもらったのでしょうか。臨時ニュースを申し上げます。帝国陸海軍は。本八日未明、西太平洋において。アメリカ、イギリス軍と戦闘状態に入れり。 1941年12月8日旧日本軍によるアメリカ・ハワイの真珠湾攻撃で太平洋戦争の火蓋が切られましたこれらがその戦争が始まった時の広告ですけどもう勝った勝ったっていう毎日あの元気のいい話だったんですね。 岐阜県郡上市の遠山和夫さん、九十三歳。資材を投じて作った博物館、日本奴隷館を。三十年以上にわたって運営しています。この奴隷が音が綺麗だと思うんですね。<noise> ここでは、土で作った鈴。 奴隷2万点をはじめ遠山さんが80年ほど前から集めているおもちゃや郷土資料などおよそ10万点が展示されていますこれが戦争中のものもですね変わったところでは手榴弾だとか方向袋慰問袋 一生懸命みんな国のために入っとる時にこんな趣味の道楽でいろんなものを作るというのはあんまり公にには作れれんんででねそれだけに余計珍しかったんですささやかな趣味さえ許されなかったあの時代戦時中に作られた奴隷はほとんど残っておらずここにあるのは貴重な資料だといいます。数多ある展示品の中 特に大切にし続けてきたものがあります。ここにあるのがあいただいたあ感謝状です。新十間攻撃から三ヶ月後、1942年3月、愛知県豊橋市の旧正中学校に通っていた遠山さん。当時の陸軍大臣兼総理大臣。 東秀樹本人から直接感謝状を手渡されました東條さんっていうともう神様のような気がするんでお顔もはっきり見るわけにもいかなかったし校長先生も震えてたけど私も震えてたと思うんです軍国少年の模範と称えられた遠山さん 一体どういうことなのでしょうか体を強くするために一生懸命頑張って新聞配達をしましたそのいただいたお金を何に使おうかっていうときにお国のために使ってくださいと国防献金したわけなんです体がもともと弱かったこともあり体力強化のため新聞配達の仕事をし 一年間貯めた給料全額を戦争のため軍隊に寄付したのです当時の子どもたちには軍国教育が徹底されお国のためにすべてを捧げるそれが当たり前の価値観だったといいます日本は正戦正しい戦いをしているんだと そういうようなことが頭の中にこびりついたので、私としては、もうとにかくお国のために、これで戦争が勝つんだっていうような気持ちで、嬉しくて、えー、奉納しました遠山さんは14歳で、岐阜県美濃市の中学校校に転ししかしこの電車のえ、はい、あで、川崎航空へ通ったんですね。 朝の5時に乗りましてもう帰りは8時か9時に帰ってくるもうそういう生活になったんです学校には通えなくなり毎日戦闘機の製造に従事せざるを得なくなりました。学と動員です常に必ず戦争を勝つと 勝つまでは頑張りましょうというその言葉でもう頑張れ頑張れで本当に一生懸命やりましたしかし遠山さんの思いとは裏腹に1942年のミッドウェイ海戦で政海権政空権を失って以降日本軍の戦況は悪化の一途をたどりますその後 サイパン島グアム島と次々に拠点を失いいよいよ連合軍の本土上陸の危機が迫ると遠山さんも陸軍への入隊が決まりました同じ頃父親を病で亡くし母一人子一人の暮らし出征すれば死と覚悟しましたが軍に入隊する1ヶ月前 忍び方峡を忍最終的に出征することはなく、16歳で終戦を迎えましたあの戦争から80年、93歳の遠山さん。 80年かけて集めたコレクションの中には戦時中のポスターや衣類米の配給切符など当時の暮らしが分かる資料も多くあります。あのの戦争は何だったのか次の世代に伝えたいとこの奴隷感を守ってきましたが今年ある決断をしました。 もう私も年齢的に一つの限界が来ております、今のところはあ後継ということはないので、今年の12月25日ごろを境にして、もうう一応閉館したいと思うんです今月で奴隷館を閉じることを決めたのです。 あの戦争を語り継ぐ場が。また一つ。少なくなります。戦争で奪われた。子供時代。それを。取り戻すように。趣味の。土の鈴集めに夢中になりました。 人生の大切なコレクションの中に東条秀樹からの感謝状伝えたい思いがありますもう戦争は本当に何の利益もない今の若い人たちに言いたいことはあんなアホらしいことは絶対あってはならないとまあ強く思いますね